アニメポケットモンスター目指せポケモンマスター第1話を見ました。もう文句なし、文句を言わせない SS ランクですね。メザパ、いやメザポケはもうこれ SS しかないでしょ、まあ、これはまあ僕が思い出もあるのでもう SS ランクにしていくんですが、まあサトシさんがもう来今期をもってしてなんか引退するっぽいんですけど、まあ本当に引退するのは分かんないけど、まあ、とりあえずサトシとピカチュウの旅最終章とか言ってるから、まあ、このワンクールはちゃんとアニポケとしてカウントしようかなと思ってます。いや第1話すごかったですね、うん、サトシさんは毎回あのシリーズが変わるたびにポケモンをピカチュウさん以外みんなリセットしてるっていうのが、まあ、良くも悪くもだったけど、まあ、今回のメザポケだと、まあ、特に説明もなく今までの手持ちフルスターを使ってなんかまあいろいろとやっていくっていうのがまあ面白いなと思いました。まあ今回出てきたのがまあ近隣世代のドンファン、ルビサファ世代のジュガイン、ダイパ世代のブイゼル、XY 世代のオンバーンってことで、もう本当結構毎回懐かしいメンツが出てきていいなと思いました。まあ、特にジュガインなんかはルビサファの象徴的なポケモンだから、やっぱこう出てくると印象深いなと思いました。シナリオ的にはもう完全になんかいつものロケット団3人組とソーナンスが襲ってくるんだけど、まあ、ぶっ飛ばすっていう展開で、まあ、サトシさんが多分電気弾を内蔵してそうなピカチュウの10万ボルトをまあ各位置で耐えるっていう、まあ、そういういつもの パターンが見えるんだけど、まあ、内容としてもラティアスを助けるっていう、まあ、そこら辺でなんかいつもの話をやってるんだけど、そのいつもの話に対してもう最終話のなんかいろいろと覚悟みたいなものを感じましたね。特にあの、まあ、初代のポケモンのなんかエナジーカードがいきなり出てくるシーンがあるんだけど、あれの全くその通りにやってくるっていうのがもう懐かしいですし、あれポケカのエナジーが先じゃなくてアニポケが先だからね、あの謎のエネルギー。エンディングはエンディングで初代オーキドの石塚雲翔さんが歌ってるバージョンを出してくるっていうのがもう泣けるんですよね。この辺はアニポケにどこの時期に愛着があるかで変わってくるんでしょうけど、まあ、僕はこう、まあ、正直最近のアニポケは見てなかったけど、こうやっぱりこう最後だから見るっていう中では成功してると思いました。なんだかんだサトシはなんかピカと一緒でもなんか成立してる感じしますね。うん、いやなんかこう全ての炉の果てにっていう単語を思い出しましたね。はい、まあ、次回は初代ヒロインのかすみが出てきてなんかいろいろとやるんだけど、まあ、その辺トゲピーを抱いてないのがなんか伏線じゃないかなって気もしますね。トゲキスになってそう。まあ、個人的にアニポケ正直な話言っちゃうと、サトシはオレンジ諸島っていうか金銀のあたりでもうすでに退場すべきだったと思ってるんですけど、まあ、ここまで引っ張ってきた中でどうなっていくのかっていうのは見守っていきたいなと思います。リコちゃんとロイ君にも期待してますけどね。うん、コライドンとミライドンに乗ってくれたらそれで満足ですがね。まあでもまあサトシをちょっと最後の旅を見届けるっていうのもあると思いますから。まあでも結局俺たちの旅はこれからのエンドになりそうだけどね。うん、果たしてポケモンマスターとは何なのか、その答えを探す旅が今始まります。ということでチクチクチャンネルの動画をあと一本見ていただければ幸いです。以上です。